はい、おはようございます。15年以上前に発売された懐かしの神ゲーのリメイクソフト、ポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスパート2やっていきましょう。いやー、今日これ1日やるために休み取ったのでね、がっつり実況取っていこうと思うんですけど、未だに救助隊じゃなくて探検隊って言っちゃいそうになるわ。でね、まあ、前回のパート例のごとくね、たくさんのコメントアドバイスありがとうございます。で、僕と一緒にね、昨日買った人も多いと思うので、できるだけネタバレのコメントとか、まあ、できるだけっていうか普通にやめてほしいのでね、その辺だけ考慮してくれると幸いです。オープニングが毎回さっぱりしてるおかげですぐ行けるの助かりますね。はい、そしておー、こんな感じなんだ。これハテナマーク全部ボスか、もしかして。あれ、エアームドってボス扱いになったのか。記録を消す、名前変更、あ、名前変更なんてあるんだ。設定済みの名前を変更します。そんなのあるんですね。友達救助続きから、まあこれオンラインで友達救助とかできるなら、もしかしたら今までにね、あれができ通信プレイがやれるのかという感じなんですけど、さあ、エアームド倒した後からですね、俺ちゃんとセーブできてるよな。オートセーブだから怖いんだよ。おはよう MKR。 あは、どうしたの、寝ぼけた顔して。いいね、そういや、あともメスだから。え、最近変な夢を見るって、どんな夢を見たの。おお、これ、あれ、これ見てないですよね。 MKR は須崎に夢のことを話した。うん、なるほど。あ、そう、サーナイトの夢を見て終わったんだ。 MKR 実は人間だって言ったよね。それってもしかしたら MKR がポケモンになったのと関係があるのかもね。それで MKR はどうなの、人間に戻りたいの。そりゃあまあね。それは空の探検隊の時もそうでしたけど、まあ元が人間だって自覚があるなら戻りたいよな。もちろん人間に戻りたいよ。そっか。うわー、でもあちゃんも悲しそうな顔させてしまった。でもまあそうだよね、元々人間なら戻りたいと思うのが普通だよね。ちなみに人間の時の MKR ってどんな人だったの。人間の時は、あれ、人間の時ってどうだったっけ。そこの記憶は完全にやっぱ名前以外は失われてるんですね。あらら、忘れちゃった。まあゆっくり思い出せばいいよ。でも MKR なら絶対いい人だと思うよ。私は人間時代の俺は、まあなんか実況やってたんじゃないですかね。底辺 YouTuber だったかもしれない。それで今日は広場に行くって約束だったよね。ほら、仲間を増やす方法とか、あ、そうだそうだそうだ、仲間を増やせるんだ。早速行こうよ、プグリのキャンプコーナーへ。なんかね、噂によるとっていうか PV とかでもね言われてたんですけど、今作ポケモンを今まで4匹までしか仲間にできなかったんですけど、8匹仲間にできるって。仲間8匹できるらしいんですけど。あ、プグリン親方、多分違うやつだけど。親方のあれじゃないと思うけど、ようこそ、ここはプクリのキャンプコーナーだよ。あれ、ここは初めて、あ、わかった、僕たち、あ、君たちも救助隊を始めたんだね。だったらここはぴったり、僕は、あ、やっぱ僕っ子なんだ。救助隊協会からの派遣で君たちのようなチームをサポートしている。主な活動は救助隊キャンプを作ること。救助隊キャンプはメンバーがすぐに出動できるように待機する場所だよ。これは預かり所ですね、俗に言う。だからこれから救助隊仲間にしたいポケモンに合わせてキャンプを作って、これでもう、うわ、金いるんだ。あ、キャンプ場を作るのに金がいるのか。今回は特別、君たちは始めたからキャンプを3つサービス。3つ、どういうことだ。キャンプ、キャンプ、みんなでキャンプ。は、あれ、親方様じゃね、これ。あ、親方様じゃんこれ。こいつが次のシリーズであれになるのか。このキャンプと相性のあるメンバーが仲間にできるからね。ダンジョンにいるポケモンと戦ってるとたまに友情が芽生える。その時向こうから仲間にしてくれって言ってくれると思うよ。それじゃあ頑張ってね。3つってことは3匹まで預けれるってことかな。無人発電所キャンプも待機できるようにしてもらえないなのだろうか。私も救助隊 MKR。 そういや、そうだった。こいつ仲間にしなきゃいけないのか。 OK、 分かったよ、今日は大サービス。親方様なのかこれ。あ、親方様じゃん本当に。たー、マジか、完全に別個体だと思ってた。おめでとう、無人発電所キャンプが使えるようになったよ。おー、コイルが喜んでる。やった、これで無人発電所キャンプで待機できる。わーい、ビビビ、すまん、昨日は仲間になるのを一旦断ったのだが、こいつ昨日一晩考えてるうちに皆さんの仲間にどうしてもなりたいと気持ちを盛り上がってしまうと、もう読みづらいな本当。なのですまないが、こいつを仲間にしてもらえない。あ、お前どっち、片方だけ仲間になるんだ。 そんな、もともとこっちから仲間になってほしいって頼んだんだし、こちらこそぜひよろしくだよ。これ磁場コイルまで進化すんのかな。お前よかったな、ビビビ。世代的にはレアコイルまでしかいないですよね。もう頑張れだよ。わーい、ビビビ、コイルレベル7。あ、レベル高いですね普通に。ニックネーム、え、ちょっと待って、ニックネーム俺今、まあいいや、どうせ使わねえし。ポケモンに、冒険に連れて行きたいときはいつでも声をかかれる。はい、ビビビ。ニックネームは、まあなんか割と愛着あるポケモンにだけね、つけていきましょう。救済キャンプは自分の基地から左の道を抜ければいけるよ。またコイルを冒険に連れて行きたいときは自分の基地の下、ダンジョンに向かう出口に行くと、そこでメンバーを編成することができるから。はいはいはい、あ、一回まだ行けなかった場所か。じゃあね、救助活動頑張って、ちょっと行ってみますか。じゃあ行って、あ、いや、その前に依頼こっちでもらいましょう。まだいろいろと新しいのが掲示板に出てると思うので。小さな森、電磁波、鋼山。お、めっちゃ出てる。鋼山、異変の洞窟、異変の洞窟。異変の洞窟ってなんだ。
まだ行ってないよな。鋼山でだって前回終わったもんね。そこも行きつつ、ちょっとキャンプ場の様子を見つつみたいな。なんか行われてるぞ。あれなんだろう、揉め事かな。わたっこ、あ、ダーティングじゃん仲間を助けてください、お願いします。お礼じゃん。ダメだ、そんなんで引き受けられるか。でもどうしても風が必要なんです。暴風ね、取得したから。ねえ、どうしたの。ん、あの騒ぎか。バタックは救助所を頼んでるのは断られたんだ。金がないからか、もしかして。金なさそうだもんな。ほら、あの真ん中にいる鼻の尖ったやつ、ダーティングってポケモンで、あ、救助隊なんだ一応。すげえ悪そうな見た目してるもんな。アイトンチームがめつくてお金たくさんもらわないと引き受けないんだ。まあでもお金渡せばやってくれるんだね。バタックもあんなに頼んでるのにかわいそうだよな。いや、まあ物事に、お、なんだこの強キャラ集戦うやつらな、お前たち。リザードン、フーリン、バンギラス。いや、これ最強ギルドだろ。おい、かわいそうじゃないか。バタッコの仲間を助けるには風が必要なんだ。お前の葉っぱのうちは強風を巻き起こせる。なんかフーリンとバンギラスだけだったら悪そうなやつら感あるけど、リザードンがいるおかげで味方感あるな。うん、ち、分かったよ。あ、素直に言うこと聞いた。走ってった、ダセー。すげえ、あのダーテングがおとなしく言うこと聞いたぞ。ねえ、彼らは何なの。お前知らないのか、フーリンのチームを。ここじゃ一番有名な救済だぞ。あいつはリザードン、火炎放射で山を溶かす。そしてバンギラス、鎧の体とパワーが自慢。バンギラスなんか山を動かすみたいな設定ありましたよね。そしてあれがリーダーのフーディン。フーディンは力技を好まず超能力で勝負する。知能指数5000 IQ5000 って男で、スーパー頭脳の持ち主で世の中の出来事は全部記憶してるらしい。命令するのは全てフーディンだ。いわばチームの司令塔だな。かっけえなー。ありがとうございました。いや、当然のこと。また断られるよったらわしに言え。では、全員メガ進化できるじゃんこれ。今思ったらかっこいい。当時はね、できなかったかもしれないけど、ゴールドランクの球体、俺ら今なんだっけ、ブロンズなのかな、シルバー、あ、スーパーランクとか、そんなんだったかな。わ、何か、どうしたの。あ、もしかしてこいつも元人間とか、そういうあれか。行くぞ。なんか俺ジュプトルとかも元人間を怪しんでたけど、結局空の探検団の時は元人間だったのは俺だけだったから、そういうのもあんのかな。なんか訳ありで事情知ってそうなのいるよな。MKR、 私たちも負けてられない。仲間集めて一流の球体にしようね。はいはいはい。まあ一旦コイル連れてきますか。うわ明確に悪いやついるじゃん、フーディンのね。まあ、対になってるわけ、対になってるかどうか分かんないけど、フーディンがいるならゲンガーもいると。さあ、なんかパッケージにおったからな、あいつ悪いやつ役で。てか寝るなよお前預かり所に一旦ポケモンを解放しただけで寝るな。おはよう MKR。 ちゃんとな、救助こなしてから一日を終えろ。ベリッパーが飛んできた。お、ありがたいありがたい。こっちにも一気にね、依頼を入れていくことによって、まあ、一斉にまとめて依頼を受けてそれを解放するのが一番楽だから。何ポケモンニュース特別号、キャンプ場で大人気のパワースイッチ26名について紹介。あ、なんか今作賢さがないみたいな。どういうぐらい世界中の、救済に人気のその理由は、鼻が詰まってとても美味しいというだけではなく、なんか凄技という不思議なパワーを稀に身につけることができる。あ、これ賢さスキルみたいなやつか。グミはなかなか貴重な食べ物ですが、キャンプオープンを記念して特別にプレゼント。あ、こんなプレゼントとか送ってくれるんだ。ガルラ倉庫に送られました。キャンプでグミを食べてパワーアップ、目指す世界での救助隊終わり。はい、まあ、とりあえずじゃあキモリとアチャモリはグミぶっぱしますか。3つあるからキャンプにいるコイルと一緒に旅。いや、キャンコイルには絶対やらん。キャンプはあっちの道から行けるよ。グミ貴重だからな。さあ行ってみるか一旦。キャンプどんな感じなんだろうな。こっから先に行ったところがキャンプ。はい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 。コイル多分1匹だけですよね。あれ1匹仲間になったわけじゃない。救済キャンプ、あ、もうなんか野生の草原キャンプ、青空の草原キャンプ、無人発電キャンプ、カゲロウの森キャンプ。はあ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 。虫タイプ、電気タイプ、草原だから草タイプかな。草タイプ、野生、あ、あんま関係ないの。はい、ごめんなさい、ちょっと花粉症つらすぎたんで鼻かんできました。で、この画面からグミをね食べれるらしくて、いちいち倉庫から持ってこなくても。で、二重度グミこれ食っちゃっていいのかな。あのドリンクにして飲むみたいな、そっちの方が前作効率良かったんですけど、まあ、ちょっとある分だけぶっぱして食ってみますか。お、え、特効プラス 3? 爆発的に成長した。さらに MKR 新たな凄技を覚えた。なんだ、和気あいあい弱そう説明は R 押し込み。ちょっと和気あいあい、連れて仲間が多いほど戦ったポケモン仲間になりやすくなる。え、仲間が多いほどなんだ。凄技は全員に効く。あー、シンプルに、いや、仲間になりやすいはでかいな。ちょっとどんどん食わしてみるか。このデラックスグミっていうのはなんだろうな。 HP が上がった。いや、俺セブンイレブンのダウンロード版で上がったからダウンロード版でこのゲーム
セブイレで買った場合はデラックスグミが2個ついてくるぞって書いてあったのに、どっかから受け取れないのかな。さあ素早さどんどん上がっていく。これあれだな、ちょっと残り4つはアチャもスザクに食わせるか。グミをなんか強くなるっていうのは何なんだろう。特攻1上げて、さあどん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 上がっていけ。アチャもはなんか技のレパートリーちゃんとレベル5の弱さしてるわ。キモリが竜の息吹とかアイアンテールのせいで弱い感じがしねえんだよな。強くなるっていうのはポケモンの強さを上げる道具が道具箱か倉庫、ああそういうのがあるんですね。技マシンとかそういうのかな。お、新しく異変の洞窟っていうダンジョン出てますね。これメンバーが何匹までとか決まってるんだ。3匹まで3匹まで。お、てか鋼山に強敵ギャロップ、いやこれちょっと依頼3つ溜まってるし、鋼山でストーリー進める前にまあなんか新しくね仲間にできるかもしれないから、ゲストケブスト、ここでは冒険に出発するメンバー、あここで編成できるんだ。いやマジで便利すぎて便利すぎて。ちょっとここにチーム編成を、まあ、今回はちょっとコイルを連れていく前に多分このゲストを入れていかなきゃいけないから、いや入れるのか。チーム編成で空いてるところに3番目、あこれプラスアルファでゲストも入れるのか。さあコイルをじゃあ入れてみましょう。はい、コイル入れて冒険に出発。 OKOKOK 今まではねこれケムスト入れるんだったら1匹外さなきゃいけなかったけど、ちょっと出発行ってみましょうか。道具を持たせる、あー持ち物とかもあるんだね。その2回行動するのがキモリが夢特性の軽技説があったんですけど、あいや4匹いるわ。リーダーが近くの敵ポケモンを倒すとそのポケモンが友情芽生える。はいこれね。いやなんか1匹ぐらい仲間にしたいな。確かあれがいたから、このダンジョンあれダンバルがいたんだよ。ダンバルがいたからそれ仲間にできたら熱いな。まあ、あとはカイロスとかね。カイロス強かったし、強敵のギャロップっていうのは仲間になんないのかな。さあレベルアップ。で今思ったんですけど、今っていうか前回の動画見直してて思ったんですけど、今作通常殴りなくなった説ありますよねこれ。普通に殴るボタンがない、全部技だから、技尽きたらどうなるんだろう。悪あがきとかそういうあれになってしまうのか。まあじゃあね、とりあえずシューナルビーム遠距離攻撃強いヤジロで、仲間にするにはちゃんと リーダーが倒さないといけないっていう条件があるんですけど、まあ1匹ぐらい仲間にできたらいいですね。はい、それではね、鋼山の9階まで行ったんですけど、ギャロップどこにもいませんでしたね。まじないバンダナ、あれかな、特攻が上がるやつかな。世界一もらった。これ親方様にあげようぜ。ルーキーランクがどんどん上がっていく。全然シルバーじゃないじゃん、まだルーキーだったわ。たまたまお助けてくれてありがとう、これはお礼です。お、また世界一インドメタシン、まあ、これは B アップですね。受けた道具を倉庫に送りましたと。はい、これでどん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 上がってって、一番上がゴールドなのかな。いやプラチナとかもありそうだよな。さあ今日はよく頑張った、ひとまず帰ってやつも一匹も仲間にならなかったな、結構粘ったのに。まあそこまで仲間にしたいポケモンいなかったからいいや。ちょっとじゃあ地殻変動起きていった場所行きましょうか。すげえ、いちいち戻んなくてもこっから道具とお金の準備できるんだ。何もかも何もかももう素晴らしい。さあ異変の洞窟で、ここで地震の原因、あストーリーとかなくそのまま始まったな。いない瞬にたまたまが一緒にいる、なんだ和気あい、あ和気あいって仲間と一緒に安くなった。眠らず状態、睡眠眠るあくび状態になんない、次のフラに行くと元に戻る。え、そんなのあるんだ、なんで。何を踏んだことによってこれかかった。そもそもあれか、ここの片くね、この子だった、片くね。4人ぐらいの攻撃を受けてたけど今。さあ死んだ、おなんとこらった MKLO との戦いの中で友情を芽生えた初めての仲間ですね。これこらった子供と、あーまあまあまあしないんですけどね。いや初めての仲間はね、やっぱりちょっとパーティーに入るようなそういうね可能性のあるやつを仲間にしたい。そうじゃあどんどん、いるじゃんいるじゃん、可能性あるやつ。やらないでやらないでやらないで、そいつちゃんと俺が殺さないと多分ダメですよね。絶対死ぬ絶対死ぬ、死んだわ。いやビードルいるのか、進化するのかなこれ。ストーリー中にポッポー進化するんだったら欲しいな、進化しないんだったらまあ進化後ゲットすればいいから。騒ぐ、あ騒ぐ、そんな場所から当たるんだ、すごいな。あこのあれか、あええ待って、ズバッと相棒、一番好きなポケモンいるじゃん俺の。前回空の探検隊やった時は最後の最後パート26ぐらいでようやく出てきた伝説のポケモン、しかもめっちゃ硬いし、うわズバッと、えめっちゃ硬いしズバッと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 捕まえよう、いや決めた、ズバッと捕まえよう。あやばい、早速ビードル仲間になった。これ記念すべき最初の仲間ビードルでいいわ。すご技一矢報いる、レベル高っ。えてか遠距離攻撃でもちゃんと仲間になるようになったんだな、これ安心。さあすご技一矢報いるを身につけていた。
隣の敵からダメージを受けた時にその敵の攻撃と特攻を下げる。強い。全員に聞く。一緒に冒険することになった仲間、ここで帰れるのかな。コイルと、あ、え、もうついてくるんだ、すげえ。え、てか5人5人パーティーはやべえよ。名前今変えれなかったけど、どっかでまたニックネーム変えれる時あるんですかね。あ、なんか冒険の最後になんか設定できるみたいな、この冒険終わった後に。そんなようなのも聞いたな。いやー、お前の名前はもう決まってるから。まあでもそれよりもやっぱりズバッとだよ、俺が欲しいのは。お、これ今 B5F まで来たけど、あの真ん中にあるさ、いっぱいアイコン、あのあれともカメレオン商店だろ。で、あのでかい敵のでかいアイコンなんだあれ。あ、イワーク。そんでもってなんか沢村もいいんだけど、ちょ、一本道イワーク怖いんだけど、ちょ、大丈夫か。後ろのやつら、でもあれか、電光石火と火の粉で一応参加できるか。さあ、リベンジ、どういう効果だ。我慢を始めた。いいのか。沢村どんだけ HP ある。硬そうこいつ。さあ、火の粉と吸い取るしか。あ、やだない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 。さあ、そしてあの後ろにいる問題のイワーク、いや、こいつが仲間なのかな。これ急所ない、急所4倍弱点。これ最近したんですよね、イワークが岩地面タイプって絶対俺岩タイプだけだと思った。ピカチュウの電気ショックでやられてたからさ、アニメの。だから岩タイプ統一で言ってたと思うんですけど、絶対こいつ、あ、あ、イワーク仲間になった。嘘でしょ、狭いところが好きなんだそれ。イワークが行動を共にして、いや、これはもちろん、はい、仲間になった。もうここであれなのかな、こいつもついてくるのか。つるの寝とき HP が自然に回復するのがすごく早くなる。すごいじゃん。ただし、イワークが待機できるキャンプはまだ作られていないみたい。キャンプの名前が赤色だったらそれはまだ作れてない。プリン玉があれば男女に行ってもキャンプが作れる。はぁ、あ、はぁ、あ、どうなんのじゃあこいつ。あ、とりあえず仲間になった。待って、邪魔で、そちらへ押せないこれ邪魔くさくて向こうに行けないんだけど、これ。あ、わかった。これさ、リーダーを変更で、あ、ダメだ、できないわイワークとあいつビードラーまだリーダーで、でっけこいつ、でっけ、邪魔くせえすげえ邪魔なんだけどでかい上にすげえ邪魔なんだけど、ちょっと待って、俺今衝撃的な光景を目の前にしてんだけどネテロの大群が寝てるんだけど、ネテロが寝てろってか、お前これレディバー、おい、ズバットとレディバーと榊全部いるんだけどちょ、こういう時こそ岩頑張ってほしいけど、あ、痛い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 、平気でやばそう、平気でやばそう。で、こんな時あの騒いでくれるタマタマがいたら、あいつ依頼こなしたら帰りやがったんだよな。痛い痛い痛い、やばいやばい、フルボッコだ。一旦下がって体力回復しましょうか。いや、全体攻撃技がいねえんだよな。あ、でもそこね、体力自体は高くない。てか待て待て、こんだけさ、こんだけいっぱいいたら1匹ぐらい仲間にしたいぞレディは1匹ぐらい仲間にしたい。ちょ、まず一回混乱の時だけど、状態以上直すアイテムがねってなったら、いや、コイルで、うん、ちょっとコイルで頑張るか。さあ、電気ショック効果抜群だから。あ、バカキモリバカ、お前ら何やってんだお前ら何やってんだまずいか。伝えたらどうしよう。後ろのやつだと入れ替わりたいけど、イワークが邪魔なせいで入れ替われねえ。で、できれば俺にとどめを刺させてくれ。じゃなければ仲間になる可能性がない。仲間にならないかならないか、仲間に。あー、ちょっとここのダンジョンもう一回行きたいですね。レディバも仲間にしたいし、イワーク邪魔だよお前本当に。待って、積んだイワークのせいで動けないんだけど。マジこれどうすんの、これ。あ、どいてくれたマジ邪魔くせえ、絶対仲間に連れてきたくねえこいつ。他のやつだったら押して入れ替われるのに、あいつだけ押せないくせに。もんじゃらー。おーし、依頼クリアしました。あれストーリーじゃなかったのか。本気チケット普通に解放されただけの場所だった。受け取った道具で、ここで、そう仲間に、なんとビードラが仲間になりたがってる。しかもすごい技いし、ムクイルを持っている。はい、これはカゲロウキャンプに行っておきましょうか。これは仲間にします。ここで仲間にするかどうか選択できるらしいですね。で、ニックネームも、はいもちろんね、まあ歴代ビードル歴代のビードルはみんな名前決まっているんで、もうすでに、まあ榊で、今回あの英語をしていきたいと思いますちゃんと6文字でみんな入ればいいけど、3文字のやつですら6文字だから、かっけえかっけえぜ、榊でよろしいですか。はい、榊を仲間にして待機できるキャンプ内。あ、悲しいこれこれめっちゃ自分の欲しいポケモン捕まえてもキャンプなかったらクソ悲しいじゃん。エレキッドを助けてくれてありがとう。これは俺です。ピッピガツン、ピーピーガツンってなんだ。さあ、ゲット道具。いやー、今のダンジョンちょっとレディバットをズバッと取りに行きたいな。これもしかしたらストーリー進みそうじゃないですか。もう禁止の種、ピーピーマックス、あ、ピーピーマックスもあるんだ。ピーピーリカバーとは別で、マックスはあれかな、技全部回復してくれるのかな。リカバーが1個だけだったから。はい、いつからこいつら同棲するようになるんだよ、別居ばっかしやがって。さあ、次の朝、多分予想的にストーリーが進む気がする。進まなかったらまあまた依頼カットするけど、パパってこなしていきます。
さあどうだ。さあいつも通りアジモが走ってきて、おはよう今日も頑張ろう。ここからやっぱり、うわっ、えチャーリム、あいついいやつな感じ出てたのに、何にもねえぜここ殺風景のところね。こんなところで救済やろうなんて、アーボアーボックじゃないんだ、アーボなんだ。あんなところにポストが、おお人んちのポスト、ほんとは中見ちゃおうぜ、何やってんのこいつら。お、救助の依頼が入ってる、これは美味しいね、みんないただくとするか。何やってんのこいつら、ちょっとこれは私たちのものだよ、横取りしないで。誰がやったって解決すらい、これあれだ、スカタンクたちと一緒だ、あんたたちも救済なのよと言いつつ、本当は悪いことしかしてないんだけどな。ほら救助隊って建前があった方が何かとごまかしが来たろ。私たち世界征服割とぶっ飛んだこと考えてた。世界征服、ケそうよ、そのために金を稼いで仲間も集めてるのよ、世界を我が物にするためにな。人呼んで悪の救済意地悪しょうもねえなこいつら。うわ依頼全部盗んできやがった、信じらんねえ、言っちゃった、なんてやつらなの。まあ、別に掲示板まで見に行けばあるからいないですけど、あやっぱり空っぽだ、全部持っていかれちゃった。おだけど、あフィリッパは空気読んで、あいつらがいる最中に来なくてよかった。さあフィリッパは喋れないのかなフィリッパはちゃんと喋れないのか。よかった、フィリッパが新しい手紙持ってきてくれた、これで救助できる。しかしあいつたち今度あったら勝負しないぞ、次あいつ手紙泥棒になるじゃない、世界征服企んで割にはやってることかなりしょっぱいけどなあ、ちょっと街中の人に話いろいろと聞いていたら、やっぱりそうか、最近進化ができないらしい。このポケダンシリーズはストーリーをクリアするまで進化ができないんですよ。俺たちポケモンは条件によって進化することがあるんだけど、それが今なぜか全くできない、自然変動のせいだって噂もあるけど、どうなんだろうな。これ主人公とパートナー以外も進化しないからってなったら、これビードルとかじゃ弱いじゃんビードルとか弱いじゃんこれ、マジか、進化できないのか、そこは変わってないんだな。お、あれからまた依頼をねこなして数日経ったら、 MKR さん、鈴木さん、ムービーが進みましたね。キャタピーこれ俺が前助けたキャタピーだ。さあお願い、友達を助けて、またかどうしたの。友達のトランセル君と一緒に遊んでたんだけど、トランセル君も森に迷って出られ連れてくる、あんなやつ森に絶対に動けないじゃん。ほう、それは大変だな、ゲンガーだなこれ。お、まさかお前たちが助けに行ってくれるのか。トランセル君は俺たちが助けてやろう、その代わり金を要求するんだろ。ちょっとキャタピーちゃんは私たちに頼んでるんだよ、お前たちの実力で助けられると思うか。いや、いけるだろお前トランセルごとき誰が助けようと関係ないね、助けたやつが偉い。まあ確かに一理ある。なキャタピーちゃん、こうしないか、じゃあこうしないか、どちらかが先に助けたチームに俺をあげるというのは。僕お金持ってないです、そんなの心配しなくていい、お金なら後でお母さんからがっぽりもらうからさまあまあまあ、じゃあそもそもね、まあそんな人に頼むときにね、お金も何もなしに頼もうっていう方が確かにおかしい話かもしれない。キャタピーちゃんが仲間になったら意地悪図の幹部にしてあげる、やったじゃんお前大出世だよ。そういうわけでスザク先に助けた方が勝ちだからね、オッケー、ほう行くぞ、さっさと終わらせようぜ。助けに、いや本当に助けてくれてるなら別に俺らがお金払うから任せようぜ心配しないで、私たちが先に助けるよ。 MKR 早く行こう。まあなんかそこまで今んとこ超悪いやつって感じはしないですね。どこにあるんだろう、そもそも新しいダンジョンが出たのか。さあ、あ出ましたね、怪しい森で、残念ながら大事な冒険に向かうときは決まったメンバーが冒険するよ、仲間にしたいポケモンも連れて行けるポケモンも限られると、チーム編成はもうこれでいっか坂木でいっか、ちょっと道具だけ預けてきます。はい、じゃあ行きましょうか、怪しい森。おおすげえ、ここだね、トランセルが迷ってる森は。もう先にゲンガーたちが入ってるはず、私たちも先を急ごう。なんだろうな、パラスとかそういう系か、虫とか草がいそうだけど、で残念ながらさっき、まあ、何日かね依頼こなしたんですけど、新しいポケモンは増えていないと。いや、ベロリンガだけ増えてるわ、ちょっとベロリンガ仲間になったわ。さあ、まず種ポケモンでやっぱ強いやつを、ウリム全然この場所に似つかわしいやつみたいな。さあ、大体 HP60 ぐらいと硬いんだよな、仲間が多い代わりに。水のエフェクトがすげえ、これ水ポケモンは水の中渡る、ウソッキーだとウソッキーだと、なんでこいつしかも微動だにしたいの。あ、こっち向いた。ただ弱点をつける関係上大丈夫と。え、ウソッキー仲間にしたいな、これいった。待って、めっちゃいて吸い取るだからまだ大丈夫だけど、13回来てもう一回いた。あ、いや HP そこら高ないわ。ウソッキー仲間にできたら熱いな、進化しないポケモンがこれ強いから、まだ進化できない関係上ね、ストーリー中は進化しないポケモンの方が元のステータスが高い分強いっていう。そう、榊とか本来であればもうこれ進化してるレベルだからな。ちょっとじゃあこの辺を借りつつね、まあダンジョンはサクッと攻略していきましょうか。え、なんか道端に倒れてるポチエネにリンゴあげたら仲間になったんだけど、しかもレベル13だし、あ、ポチエネいいな。
あ、ポチエラいいかも。進化前も可愛いし、しかもグライナー本作だとポケモン本編だと大して役に立たないグライナーもこれだったら強いかもしれないから、あ、ポチエナあり、サカキより全然あり。いやちょっとポチエナ預けれるキャンプもあるし、これ熱いな。ニックネーム何にしよう。そういうシステムもあるんですね。これ倒れてるポケモンにリングをあげたら仲間になる、倒す以外にもあるんだ。感動。もう今度はヤンヤンマ倒れてる。これヤンヤンマにリングをあげたらもしかしてこいつも仲間になるのか。倒れていたヤンヤンマ元気になった。あ、これは仲間になった。しかもキャンプあるし、いやこれヤンヤンマも仲間に入れましょうか。俺さ、ヤンヤンマをソウルシルバーのさ虫ポケ縛りで使っていた記憶あるんですけど、こいつだけなんてニックネームで使ってたか全く覚えてないんだよな。なんかそこまで愛着なかったのかわからんけど、 1% で出てくる壁を乗り越えてせっかく捕まえたヤンヤンマ全然名前覚えてねえや。あ、でもわりかし俺好みなパーティーになってきた。あ、やった、ウソッキー仲間になった。これいいんじゃない。樹海の森キャンプあるし、さあ MK ロートこれ6匹連れてけんのか。すごい大状態になったなこれ。いやわりかししかも強いメンズ仲間になってるし、オタチか。オタチは好きなんだけどな。オタチはいいや、どうせオタチとかその辺そのうち出てくるよ進化後が。いやー割かし強めのパーティーになっていて、技の成長がしばらくしないし、ひまわり出てきやがった。こいつこれヨールストと3パワーで日本バレ状態で最強のポケモン、ちょうどびっくりマークで、あ、顔見えなかったけどひまわりが出てきた。何回まであるんだろうな。もう結構進んだけど、あ、でもまだ言うて6回だったわ。なんかこんあビッサカキサカキワンパンされたぞ。なんかプチ復活になるでいいのか。へえ、あー、まあまあ死んだ時に普通に使うか使わないか選べるんだな。勝手に使ってなんか弱いポケモンに使われるってことは阻止できるんだ。ブチ復活タレでいいんだ。わっ、ストライク、ストライク、ストライク欲しい。普通に欲しい。種ポケモンで一番欲しいもんだろこいつ。いやこれなんとかして仲間にしたいな。できんのかな、そもそも仲間にこいつ。さあアイアンテールで一回、あー、キノコで死んじゃうからこれ。いや耐える、あ、死んでしまった。自分でとどめさせなきゃ意味ないんですよね。ストライク欲しい。あ、まっすぐま、え、なんか急に敵のポケモン強いの増えてきましたね。おー、ついにレディバーが仲間になったぞ。俺もう大所帯すぎて、もう8匹いるんだけど、冒険するメンバーがいっぱいです。ここで別れる。うわー、ちょっと待って、誰別れさせればいいんだこれ。え、キマワリか。あ、キノコいらねえ。キノコなんてお前いつ仲間になったんだよ。お前がいつも仲間になったか知らん間に仲間になっとった。そしてレベルアップ。いやこれ8匹で冒険してんのやべえよ。持て余してるもんだって。大体3匹ぐらいしか戦ってないもん。しっかり8匹を生かせてない。お、最新部着きました。いや長かったな、13回までありました。こんな序盤でもうそこまであるのか。この先にトランスがいるのかな。ちょっと待った、しかも普通に3回ぐらい死んだし。アーボのアーボの寄ってき方気持ち悪すぎたな今。ここから先は行かせるわけにはいかない。なんだって。ちょっとゲンガどうして私たち邪魔がりするの。いやこれもうバトルでいいよ、8対3なら勝てるよ。あら言わなかった。あ、うわ、もう煽りスキル高すぎよお前の動き方。キャタピーのままからお金をたんまりいただいて、キャタピーも仲間にできればまた野望に近づくってもんよ。これキャタピーを仲間にしようとしてるあたり、お前たちの無能具合が伺えるわ。そのためにはお前たちが邪魔なのさ。悪いよ、ここでくたばってもらう。確保しない。あ、え、マジで戦うの。あ、ガチやん。マジか、いきなり戦うのか。でもおいおいおい、びっくりすんだよ、俺たちがこんな大所帯だってことを知らなかったようだな。ちょっとこれはもう普通に戦っても勝てるよな、さすがに。復活の種がもう一個もないんですよ。一個もないので若干怖いが、どっち使おう、ビードルかキモリか選択できるんですけど、まあまあアチャモでヒノコ連打してんのが一番いいですかね。うん、あれ、何でも今ヒノコ打たなかった。俺 A ボタン押したら一番最適な技打ってくれるんですけど、なぜかヒノコ打たなかったな。ソレーとか言って一回動かしたな。でもこんだけ周りを取り囲んでくれればボッコボッコフルボッコ。あ、やばい、催眠で寝た。で催眠で寝てしまったらもうちょっとリーダー交代しますか。違うやつを使いたい。さあ毒針でオッケー。これ全員戦える位置に、しかもちょうど位置している。噛みつく、いいね。ポチエナが弱点ついてくれる。そのためのポチエナか。念力誰だ、ポチエナには効果がない。 HP のピンチにひまわりが消せた。あ、これはちょっと使いましょうか。さあ使ってアイアンテール、寝ていてもこれアイテム使えるんだなっていうか。でオレンの実がなんか HP の最大値増えるんだよな、そのダンジョン中だけ。そういう便利機能がついていて、おい、待って、一回ゲンガーからやろう、ゲンガーから。ちょ、俺のターン回ってこない。ウソッキー何やってんのあいつ。ウソッキーどこ向いてんだよ。
やる気出せもっと。こっちへなお見らない？毒を受けている。あ、これは毒はいいわ。毒がね、ちょっと歩くたびにダメージ食らうとかじゃなくて、一定時間経ったら一気にバッて大ダメージ食らって死ぬんで気をつけなきゃいけない。これさっき40ダメージ食らって死んだからもそれで。さあ、ドイツもこいつも意外とタフだな。さすがの意地悪といったところ。前のあのスカトロースみたいなやつだと戦えなかったからな。電光石火、はたく、死なない、噛みつく、ゲンガーから死ぬんじゃないのこれ。親玉のいつまで寝てんだ、あちゃも。あちゃもはいつまで寝てんのこれ。完全に俺放置してるだけなんですよ。毒針、さ、ゲンガーは死なない。さあ、アーボも死なないと。ちょ、勝て勝てマジで勝てマジで硬いし一生起きない。ナイス、ウッドハンマー、ウッドハンマーなんて覚えてんのあいつ。ウソッキーもようやく戦闘に参加してくれた。頑張れ応援ゲームとかした。毒を受けてる気まい。いや、いいよいいよ、それよりもお前起きてくれ。はい、はい、お、ナイス、2回攻撃やったゲンガーから先に死んだ。おおおお、そしてあ、チャーレムだけ、あれ、チャーレム死んだ寝てただけなんだけど俺。いやで、畜生覚えてるよ。うわ、そしてアーボが気持ち悪いと。いや、面白いな、8人戦と邪魔者もいなくなったし、トランセルの探そう。逆にこれ3人だったら絶対勝てなかったから。さあ、トランセルが、お前動けたんだ、もしかして探しに来てくれたんですか。君がトランセルくんだね。さあ帰ろう、キャタピーちゃんが心配してよ。キャタピーが女の子でトランセルが男なのかな。怖かったんで殻を固くしてずっと待ってたんですよ。ありがとう。いやちょっとボス戦面白かったな。スザクは怪しい森の依頼を見事に成功させた。え、で、これどうしよう、どうしよう。ちょっとポチエーな、まあ誰仲間にするか。売りつけテクニック、まあポチエーナはとりあえず仲間にしますか。待機所あるし、ポチエーナ仲間にして、名前とか、まあ一応つけとくか。他誰がいたっけ。ウソッキー、ヤンヤンマー、こいつあれだ、俺ヤリマンマっていう名前にして不評だったからミノモンタになったんだ。密集陣形、あ、こいつもいけるんだ。でこいつもちょっと仲間にしておきましょう。でこいつは別に使わねえだろうからニックネームつけなくていいやウソッキーあー、どっか行った。待機所がないからどっか行った。あー、どんどんお前はちゃんと仲間になるんかい。でこれはね、もう例のごとくお前の名前はもう最初から決まっていると。さあ、でもさすがにポケモン殺しアルバムでもソウルシルバーでも空の探検隊でも使ってるから、そろ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 しつけえんだよな。もういいんだよな、寝てる推しは。さすがに他のポケモン見ない。いや、クロバット一回ぐらい俺の相棒ポケモン使わせてくれよ。どのシリーズでも使えてないんだけど。寝てろで、ネトロじゃないっすよ、ネトロじゃねえやNTR じゃないっすよ。おーし、さあ、いろんなポケモン仲間にして、よかったよ、トランスル君。ありがとう、キャタピーちゃん。本当にありがとう、須崎さん、MKR さん。いえいえ、でも僕お金ないんです。いいよ、なんかウソッキーとキマリがいっぱい置いてたから。それよりトランスル君が無事でよかった。かっこいい。お、まさかこれ、こいつが仲間になるんじゃないか。僕も大きなトラ救助やりたいです。ハストライネ、頑張ってね。そうだ、MKR、ここに私たちの立派な、あ、救助基地を作らない。もう、自分たちでギルドみたいなのを作るってことか。それか、僕も大きなトラここで働きたい。僕もなんか便乗してきたな。あ、決まりだね。私たちの救助基地絶対完成させよう。それはいいな、夢が広がりんぐ。さあ、ということで今回は多分これで一旦ストーリーも終わったら、ボス戦も終わったからそこまでにしとこうと思うんですけど、さあ、2匹長くもう迷子になんのよお前ら。ママから離れるなっていうかママから離れるんじゃない。はあ、ただ働きだったけどしょうがないね。あ、一応不満だったんだ。でもゲンガーたちにガツンとやれたから、まあいいか。今日は疲れてよ、また明日から頑張ろう。じゃあね、よし、ちょっとじゃあ俺のね、花粉症も限界が来てるので鼻水に殺されてしまうので、この後ここで一旦今回のパートは終わっておきましょうか。まあ仲間がいっぱい増えて、いろいろと新しいシステムもね、目に見えてきて、かなり楽しくなってきましたね。で、救助隊ランクもね、ノーマルランクに上がったので、まあ次回からはね、またいろいろと仲間を増やしつつ次のミッションやっていきましょう。どんぐらい長いんだろうな、空の探検隊より長いのかな。まあ分からんけど、楽しみがいっぱいであるっすね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。次回のパートをお楽しみに。